はようございます。釣り子 TV です。またまたね、このカラーが活躍してくれましたよ。まあ天下ですよね。これがね、ちょっとね、おっていうね状況で釣れたので、まずはこちらをご覧ください。よっしゃ、あら、いや、抜けんのか、抜いちゃうか。はいはい。天下、天下、天下、天下出たよ。メガドック、いやー、ゴン太ですよ。大人のカラーによろしいます。イエーイ、メガドック。ねー、夜でも出るんだね。あ、口開いてくれた。あ、でも乗っかってるだけだ。この鬼の形相で、あぶらあぶらあぶら、ふんずばってるだけで、すげえ。ほい、天下から釣れますよ。イエーイ、嬉しいね。はい、というわけで帰ってきましたが、夜も効くんだなっていうか、これはまあ夜に使うカラーなのかななんていうね。まあ、あの天下ですから、まあ真っ昼間からね、何っていうのも何だからっていうね、そんなところもありつつ、ね、今回ね、夜にマグナムペンシル使ったらどうかなっていうことをいろいろ試してみたんですけども、そんな中でまあ例えば巨大なライラプスであったりとかいろいろ釣れたんですが、一番ね反応が良かったのがね、今回はメガドックでしたね。あとね、スーパーサミーとかね、アマゾンペンシルとか、まあ昼間使うような、大きめペンシルいろいろ投げてみたんですけども、何なんですかね、この音とかがいいのかな。まあいろいろ投げ比べてみて、バイトの数とかね、実際に魚が乗った数とか、まあいろいろあると思うんですけども、たまたまね今回に関しては、色もね結構いろいろ試してみたんですけども、自分はこの天下カラーですね、これがねよくね効いたな、なんていうことで。で、重りとか、あとは針の交換ですとか、スプリットリングのサイズ交換とかせずに、まあなんというか吊るしの状態、一番最初箱から上げてそのままドンっていう感じのね、セッティングなんですけども、まあ夜でもね重いんで、遠くに飛ばせるし、そして大きな、なんだろう、誘いの波紋が出せるっていうところがあって、これはねやっぱり使いやすいルアーだなっていうことで、でまあ昼間大きなの食ってて、夜もね、急に大きなの食わなくなるってことはないだろうなって思ってね、ひたすら水面でベタン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 ってね誘ってみたわけなんですけども、そうしたところね、結構ねいい感じでバイトが出てくれたよっていう。で、何匹か釣ったんでね、ようやく歯型みたいなのもねついてきてね、ちょっとかっこいい感じになってきたんですけども、まあね、せっかく、手に入れたんで、まだね今シーズンしばらくこれ、チャンスがあったら投げてみようかななんていう風に思っておりますが、ちょっと珍しいカラーですよね。キャスティングのねオンライン限定ということで、まあ、たまにねそういうショップ限定カラーとかですね、あとオンライン限定カラーとかね、キャスティングに限らず、上州屋の折りからみたいなのも見たことあるかな。まあいろいろね、メガドック、いろんな面白カラーありますんで、で実践的なねカラーも、これもう通常ラインナップに入れてよみたいなカラーもね、たくさんあるので、これなんかはね、まあ色的には天下みたいなカラーですが、
あのバイパーレッドってね、本当メガバスのラインナップでも本当つれ線のカラーね、真っ赤のこんな感じの綺麗なねカラーがあるんですけども、まあそれのバイパーレッドにこういう差し色が入ってより視認性が良くなったよってね、実際にね使ってみて実用性も高いカラーだななんていう風に感じておりますので、これまたね、あの今回夜に釣れたんで昼夜問わずね、どんどん投げ込んでいってみたいと思います。まだまだもうちょっとね釣れるんじゃないかななと思ってますんでね。はい、というわけで本日の釣り子 TV はこちら、メガバスの超巨大トップウォータープラグメガドック、これを夜に投げてみたところ夜もなかなか反応良かったよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。